クバリンスク文化は、前4900年から前3500年頃、ロシア西南部のボルガ川の下流域に存在した、同期時代文化。遺物や祭祀の類似性から、同時代のウクライナに存在したスレドニストグ文化の、東方版とも考えられる。ボルガカ藩にある町クバリンスクの付近で発見された、この時代の2カ所の集団墓地から名付けられた。集団墓地では、 個人用の墓所と集団用の墓所があり、どちらも土葬。校舎はおそらく家族用の墓所と考えられる。遺体は膝を立てた形の仰向けで寝かされているが、これはスレドニスとぐ文化と共通する習慣。馬、羊、牛の意外がこれらの墓所で一緒に発見されており、クバリンスク1号遺跡では発見された人や、家畜の骨158体の17%にあたる。 おそらく葬儀の際に、生けとして使用され一緒に埋葬されたと考えられる。ビーズの首飾り、壺、矢やなどの副葬品が出ている。銅製の装具、とりわけ腕輪や首輪の類は、同時代のバルカン半島からの輸入品。発見された棍棒の頭は、石製で、同時代の製法の同期文化のものと考えられる。尺も発見されており、これは、ステップ地帯から、 アルカン半島東北部にかけて広く発掘されている上部が馬の頭の形をした尺と共通している。これはこの同期時代当時に東欧のステップ地帯の広い範囲で文化的交流が盛んに行われていたことを示している。クバリンスク文化はヤムナ文化と総称される古代の文化複合を形成することになる基礎的な地方文化の一つであり、 インドヨーロッパ語族の創造期の伝統として盛んにクルガンを築いていた文化圏の基本的な構成要素の一つと推測される。ありがとうございます。